本日はあゆみ選手に来ていただいております。あゆみ選手、お疲れ様でした。ありがとうございます。今日の練習で自分が思う一番いいプレーは何でしたか？みんなと一緒にゴールにつながるプレーができたことです。お、じゃあ、あゆみ選手はどんなプレーをしましたか？パスをつなげたり、自分で空いてるところに行ったりしました。お、じゃあ今度の練習でもそれができるように頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ将来の夢を教えてください。サッカー選手です。お、サッカー選手。じゃあ目標としている選手は？メッシです。メッシ、どういうところが好きですか？真ん中でもらって必ず取られないということです。じゃあ必ず取られないようなドリブルをできるように選手頑張ってください。はい、はい、じゃあ最後に好きなコーチは誰ですか？伊藤コーチです。伊藤コーチ、伊藤コーチのどのところが好きですか？みんなに厳しくやってくれることです。じゃあ伊藤コーチに怒られないように今後も頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。